今回は高機能なフェイススワップラボについて解説します。今回紹介する方法については決して悪用しないでくださいね。フェイススワップラボはオートマティックイレブン1111で動作するツールです。この動画では Google コラボでオートマティックイレブン1111を動作させて解説します。ここまでの解説で Google コラボオートマティックイレブン1111というキーワードがわからない場合は 詳細を解説している動画のリンクをこの動画の概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。まず、Google コラボのサイトを表示します。概要欄に貼ってある、Google コラボのリンクをクリックすると、このような画面が表示されると思います。このポップアップ画面が表示されたら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしもこのようなポップアップ画面が表示されていない場合は、 このような表示になっていると思います。この場合は、メニューの中から、ファイルを選択します。そして表示されたメニューの中から、ノートブックを新規作成、という項目を選択します。そうすると、Google コラボでソースコードを実行できる画面に移動します。この画面は、ノートブックと呼ばれる単位で管理されています。そのため、ファイルに名前を付けるように、適切な名前に変更しておきましょう。 今回はこのような名前にしておきました。ノートブックの名前を変更したら次にランタイムのタイプを変更します。具体的にはメニューの中からランタイムを選択します。次に表示されたメニューの中からランタイムのタイプを変更と書かれている項目をクリックします。ランタイムのタイプは Python 3のままで大丈夫です。ハードウェアアクセラレーターは T4 GPU を選択します。 T4 GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし無料版の場合はリソースの割り当てが保証されていません。そのためコードが強制終了されてしまう可能性があります。確実に動作させるためには有料版に切り替えなければいけません。この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプを変更したら保存ボタンをクリックします。 これで、オートマティック111 11を実行するための準備が整いました。それでは早速、オートマティック111 11を動かしていきましょう。概要欄に貼ってある、リンク先のページを表示します。このページを表示したら、実行コマンドというタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。そして、テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。 テキストを貼り付けたら、左上にある再生ボタンを押します。これでコマンドが実行されます。コマンドの実行には5分以上かかると思います。しばらく待っていると、このような URL が表示されます。表示された URL の中から、グラディオというテキストが含まれているリンクをクリックします。そうすると、オートマティック111 11の操作画面が表示されます。この画面が表示されたら、 エクステンションと書かれているタブをクリックします。エクステンションの設定画面が表示されたら、インストールフロム URL と書かれているタブをクリックします。貼り付ける URL は概要欄に貼ってあるリンク先のページに掲載してあります。このページを表示したら、エクステンションの URL と書かれているタイトルの下のテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、オートマティック111 11の画面に戻ります。 そして、このテキストボックスにコピーした URL を貼り付けます。テキストを貼り付けたら、インストールボタンをクリックします。そうすると、FaceSwap ラボのエクステンションのインストールが開始されます。しばらく待っていると、このようなメッセージが表示されます。これで、FaceSwap ラボのエクステンションのインストールが完了しました。FaceSwap ラボのエクステンションを有効にするためには、一旦、 オートマティック111 11を停止させます。Google コラボの画面に切り替えます。この画面に切り替えたら、停止ボタンをクリックします。これで、オートマティック111 11を停止することができました。オートマティック111 11をもう一度起動するためには、一旦、概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、再起動コマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。 テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。Google コラボの画面に戻ったら、コードと書かれているテキストをクリックします。そうすると、新しいテキストボックスが追加されます。この追加されたテキストボックスに、先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。テキストを貼り付けたら、再生ボタンを押します。そうすると、a u t o m a t i c 1111の起動コマンドが実行されます。 コマンドが実行されるまで、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このようなリンクが表示されると思います。このようなリンクが表示されたら、グラディオと書かれているリンクをクリックします。そうすると、オートマティック111 11の画面が表示されます。それでは早速、ディープフェイクの画像を生成していきましょう。まずは、通常通り、画像を生成します。 概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、プロンプトと書かれているタイトルの下のテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、オートマティック111 11の画面に戻ります。この画面に戻ったら、先ほどコピーしたテキストを一番上のテキストボックスに貼り付けます。テキストは、プロンプトやその他の設定がごちゃ混ぜになった状態で貼り付けられています。 これらの設定をそれぞれの項目に反映させるためには、ジェネレートボタンの下にある、左下向きの矢印のマークをクリックします。そうすると、テキストで指定している内容が、それぞれの項目に反映されます。これで、画像を生成するための準備が整いました。画像を生成するためには、ジェネレートボタンを押します。そうすると、画像の生成が開始されます。しばらく待っていると、 このような画像が生成されました。それでは次に、この画像の顔を入れ替えてみましょう。Face Swap Labo と書かれているタイトルをクリックします。そうすると、画像をアップロードするブロックが表示されます。この部分に、置き換える顔の画像をドラッグドロップします。今回は、この画像にしてみました。画像をアップロードしたら、Enable と書かれているチェックボックスにチェックを入れます。 これでフェイススワップラボの設定が有効になります。あとは、ジェネレートボタンをクリックして画像を生成します。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。元の画像と指定した顔写真、そして作成された画像を比較してみましょう。期待した通り、ディープフェイクの画像が生成されています。このようにフェイススワップラボを利用すると、 簡単にディープフェイクの画像を生成することができます。悪用は厳禁ですが、ぜひ試してみてください。それではまた別の動画で。